は14時30分を前、未来サポート夏ノルドプレゼンツ大人チャレンジ人生は夢だらけ、略しておとゆめ。この番組はやりたいことにひたむきに頑張ってるイケてる大人の人をインタビューする番組です。お相手はラジオパーソナリティのなおさんです。よろしくお願いいたします。この番組はですギノワンヒルズスタジオ、海の見える FM ギノワンの素敵なスタジオからではなくですね、サザンオールスターズが生まれ育った町、神奈川県茅ヶ崎市からお届けしております。15時までの放送です。よろしくお願いいたします。さあ、私の簡単な自己紹介なんですけれども、私はですね、この番組でやりたいことに全力投球をする素敵な大人の方たちのインタビューをするラジオインタビュアーという面が一面。そしてもう一つの面はですね、お金のかかりつけ医というふうに歌っていて、で、セミナーで講師をしたり、それから家計費の見直しのアドバイスをしたり、それからお金についてのお悩みのコンサルタントなんかもしております。そのどちらも両面はですね、あなたの未来の実りあるものにするお手伝いというふうにね、未来サポートというふうに、名乗っております。私自身もまだまだやりたいことがたくさんあるんですけれども、そんな私がですね、夢ややりたいことにひたむきに頑張っているというね、ちょっといい感じの大人の人たちを応援する番組となっています。この番組は、大募集しております。メールアドレスは 797fmgino1.com 797@fmgino1.com それから FM ギノワンのホームページや YouTube でもネット配信しております。ぜひね、チャンネル登録お願いいたします。そしてアプリ、スマホのアプリのね、リッスンラジオとか、マイチューンレディオからも、聞くことができますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日はですね、ちょっと残念ながら収録なので、ツイキャスの方はやっておりませんけれど、また生放送の時にはツイキャスの方もお願いいたします。さあ、それでは早速なんですが、ゲストトーク参りましょう。未来サポート夏春堂プレゼンツ大人チャレンジ人生は夢だらけ。ここからは大人チャレンジをしている素敵な方をご紹介するゲストトークのコーナーです。本日はですね、人生相談とそれから天然石のお守りのデザイナー、そしてしております、This is me の時ひとみさんです。ひとちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、なんですが、簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、私は神奈川の藤沢市江ノ島の近くにあります鵠沼海岸というところで、生まれ育ったのは横浜なんですけど、40年ほどずっと海の近くに住んでます。で、仕事はずっと小さい時から大好きだった石と、あと絵もずっとちっちゃい時から描いてるんですけれども、その仕事をしつつ、人生相談の仕事は保険業の方もやっているんですけれども、15年ほどそちらと合わせて、あと湘南バレーコンペティションっていうバレリーナちゃんたちの応援も NPO でさせていただいてます。はい、いろんなことをねされてるんですけれども、実はね、私とひとちゃんとの出会いというのはある交流会でだったんですけれども、ちょうど私もですね、ちょっとね、あまりいいことがあまり起こってなくって、江ノ島神社に参拝に行ったんですよ。でその時に龍の水晶っていうのを探していたんですけど、なくって、でなんかないなと思っていたらですね、ちょうどその交流会でね、ひとみさんがいろんな石とかそういうのを販売していて、そこにねあったんですよ、その水晶の龍さんがいまして、であと私がなんだっけ、ゲッターズさんの占いだと銀の鳳凰っていうそういう分類になるみたいなんですけどね。でそのネットの中にその鳳凰と龍とどちらも入っているっていうのがあって、もう一目惚れをしてしまってね、そこからひとちゃんとなんか仲良くさせてもらうっ
ていうきっかけになったんですよね。はい、ね、1個最後なかったはずの1個だったということで、ちょっとそのあたり そのどういうものを販売しているとか、その水晶のお話とかちょっと聞かせてもらってもいいですか。はいですね、自分でデザインして天然石のお守りジュエリーというものも作ってるんですけど、ピアスとかあとは原石も、石が大好きなので原石もありますし、その水晶は一番万能と言われているものなので、経営者の方だけではなく一般のお宅のお玄関とかリビング寝室に置いていただけるので開運につながるということで大変喜ばれています。はい、はい、そうなんですよね。なんかそういうのを改めてやろうと思ったきっかけって、まあ、大好きだったかもあったと思うんですけど、まあ、そういうのを集めてで皆さんに販売するっていうのをやろうと思ったっていうのはどういうきっかけだったんですか。娘が3人いるんですけど、娘たちが小さい時に幼稚園 のママ友の方たち、バザーで提出するものをなんか手作りできない方とかのために教えさせていただくっていうのがきっかけで、それで拾った石とかにも絵描いてたりしてたと、その方たちとのご縁でグループができて、ハンドメイドのグループができて、そこから販売するようになりました。そうなんですね。私たちからのきっかけっていうことで、はい、まあ、素敵なねお仕事だなと思うんですけど、実はねちょっとこのさっき打ち合わせの時にもちょっとお話ししましたけど、先週ちょうど私がリュックをなくしてしまって、でですけどその後見つかったんですけど、それもすごいなんかありえないぐらいの感じで言ったんですけど、なんかねそのひとちゃんのところからその水晶をね、龍の水晶をいただいてから、なんか結構いいことがたくさん、その悪い状況でも最悪のところを逃れて、なんかびっするぐらい、こんなことあるのって、見つかるのみたいな感じで見つかったんですよ。これってなんかそういうなんていうの、ご利益みたいなものってあるんですか。ですね、ちょっと石とは関係ないように一見思うんですけど、その一人一人、お一人一人皆さん意識っていうものがあるんですけど、その潜在意識の中に自分では考えてないようで考えていることですが、それが石がきっかけになったりとかして、うん、まあ、信じるっていうことがその潜在意識とつながって、自分が何て言うんだろう、希望してることとか思ってる思いが、うん、投影されるっていう言い方でちょっと分かるかどうか分かんないんですけど、意識で全てどうにでもなるっていう、はい、そういうことをお伝えはしてるんですけどね。占いの方はちょっと違うんですか。うん、占いもいろいろ一通り軽くはできるので、皆さんに何かのきっかけになればっていうことで、まあ、ちょっとするんですけど、そもそもみんなが持っている力とかエネルギーが、まあ、波動ですね、それを最大限に生きているうちに活用できるようなお手伝いをさせていただいているので、はい、その社会からの刷り込みとか育った環境とかでその大切なものをちょっと見失いかけたりとかしている方が多いので、はい、それに気づいていただいて運気を上げるっていうことと、そこと何か意思がつながって出たりするみたいです。そうなんですね。ちょっとこの前お伺いしたところ、結構小さい時からそういうちょっと人が感じないものを感じる、そういうところがあるっていうふうに伺ったんですけど、なんかそれで困ったこととか逆に良かったこととかって何かありますか。困ったことはその時は分からなかったんですけど、
やはりとても感じやすいっていうことで感受性が強いとも言うと思うんですけど、まあ、寝込んでしまったりとか、うん、意味もなく、まあ、そしたら後から分かったんですけど、こう取り憑かれてしまってみたいな、1ヶ月熱が下がらないで寝込んでご飯食べれないとか何回かあったんですけど、そのまた知り合い、妹の知り合いがきっかけで全部見ていただくっていうことで、うん、なんていうのかな、ついてるものを払っていただいたりとか、今は自分でできるようになったんですけど、はい、今はいいものしか自分を確立させていったので、そういう変なものが取り付い、変なものって言ったら、まあ、あれなんですけど、取り憑かれたりとかしないようになって、はい、楽しいっていう、楽な、うん、ゆるく軽く生きていけるようになりました。ね、そうなんですね、すごいいいですね、はい、逆にじゃ あのそのことによって良かったことっていうのはどんなことでした？結局その嫌なことによって、うん、そこが感謝となってつながってるっていうことを身をもって経験して分かったので、嫌なことだけにフォーカスしないっていう、そういう気持ちの、なんて言うんだろう、持っていきようが、方が分かったので、自分で経験しないとなかなか、まあ、たくさん勉強もしては今も継続でしてるんですけど、うん、それをお伝えするっていうことが、お役に立てるっていうことが喜びになってるんで、身内だけじゃなくてね、お客様がやっぱり、うん、1万人ぐらいいらっしゃるので、なのでどんどん広がっていくといいなと思って、皆さんがそういう風にできるようになると、はい、1万人もいらっしゃるんですね。すごいですね。そのひとちゃんにじゃあ何かちょっと見てもらいたいとかっていう方はどこに行ったら見てもらえるんですか？まあ、かな、うん、沖縄の方だとちょっと遠いんですけど、まあ、インスタグラムの方に、なんだろう、プロフィールの、ローマ字で、瞳03060313っていうところから探していただければ、ダイレクトメールとかしていただければ、はい。一番遠い方も札幌から、沖縄にはまだお客様いらっしゃらないんですけど、鹿児島の種子島にも何名様がいらっしゃるので、はい、連絡していただければいつでも、はい、つながっていいです。ありがとうございます。もう一回、瞳03060313です。あ、ごめんなさい、0313ですね。はい、0306-0313。はい、はい、で後でね、もう一回言いますね。あと屋号の This is me って、映画のタイトルの This is me ですか？その映画のこと知らなくて、まあ、テレビも見いろんなことはわからないんですけど、妹と話してる時に、もうひとちゃんのことを理解しようとするのをやめるって5、6年前かな言われた時に、まだ私のことを理解しようと思ってなんか辛い思いでもしてたのかなと思って、ごめんね、もうこれが私だからって言って、これが私だからって This is me じゃないって妹が言って、そうだねって言って、じゃあ屋号エンジェルフェザーから This is me に変えるって言ったら、妹が This is me っていう映画が大好きだったらしく、私は知らなくてっていう、そこでちょうどやってる時だったのかな、つながったんですけど、はい、そうだったんですね。なんかすごい素敵なお名前だなと思っていて、うん、いや素敵ですね、ありがとうございます。なんかこれからまた新しいことを始めるっていうこともなんかね、交流会というかね、出席クラブというね、そこでいろいろと活躍をされてるひとみさんですけど、またなんか新たな取り組みを今やってらっしゃると聞いたんですけど、はい、
はい、まあ、藤沢とか江ノ島のあたりに昼の会場を作ろうということで代表させていただくことになったんですけど、昼ですと女性の起業家の方とかがたくさん活躍している方がいらっしゃるんですけど、夜の会だとなかなかご家庭があったりして参加できないっていうのはずっと気になっていたので、昼の会場で、まあ、男性ももちろんなんですけど、女性のらしい女神のエネルギーをこう充満させたような会場にしたいなと思って。いいですね。なんかその昼間、日中の女性で起業家の方とかって、例えばどんな方がいらっしゃるんですか？そうですね、エステの方はたくさん多いんですけど、ダイエットだったりとか、あとは何かな、あとは手作りしている方が、ものづくりしている方が湘南はたくさんいらっしゃるね。ローカルな集まりがすごい多いので、身内で仲良くなっていったりとかするので、そういった方に向けて、あと食事が大切なので、お料理の先生だったりとか、お菓子とか、ワンちゃんのおやつ作ってる方とかたくさんいらっしゃいます。湘南の方って本当なんかちょっとこう変わったっていうか、なんていうのかな、こう自分のポリシーというか、ね、やりたいことをすごいやってる方って本当多いなって思うんですけど、その中でも女性の方を集めて、はい、そして情報発信の場としての交流会をされてということでね、はい、素敵な大活躍の人ちゃんなんですけども、皆さん3人いらっしゃってね、おっしゃってましたけど、今は一緒に住まれてるんですか？いえ、みんな3人とも主語なんですけど、お嫁に行っているので近くけど、はい、お嫁さんに行って、そんな大きなお子さんがいらっしゃるんですね。そうですね、ちょっと22で結婚してすぐに長女ができたので、33歳を人、真ん中が32で、三女が31歳です。もしかして、お孫さんとかもいらっしゃるんですか？孫は4人います、ね、でそんな風に見えませんけど、いやすごい素敵なおばあちゃんなんですね。あ、素敵ですね。はい、ありがとうございます。でなんかこれからなんか例えばこんなイベントやりますみたいな告知みたいなのありますか？神社仏閣が好きなので、神社でヒーリングマラソンっていうのを参加させていただいてるんですけど、5月31日の茅ヶ崎の八王子神社というところで、12時半から12時50分までショップも出させていただくんですけど、波動のお話をオファーいただいたので、波動、大切な波動とかエネルギーのお話を20分間だけさせていただくので、インスタからも多分見れるようにしたいと思うので、はい、はい、ありがとうございます。すごいいろんなことをね、しゃべ、素晴らしいですね。ありがとうございます。そしたらですね、また最後にちょっとお伺いしますが、最後にね、いつもゲストさんに素敵な曲、自分の好きな曲リクエストをいただいてるんですが、今日はですね、マーク・ロンソンのアップタウンファンク、はい、こちらをね、リクエストいただいたので、まあ、こちらで今かけながらのお別れっていう形になりますが、はい、この曲にかけるか、なぜ今日選んでいただいたんですかね？やっぱり朝聞くことが多いんですけど、朝は一日の始まりなので軽快な曲を聴いて、ちょっとスタートしたいなっていう一日の始まり、それで、ノリノリの曲が好きなので、はい、選ぶ、はい、ありがとうございます。この曲ね、私も聴いたけど、すごいひとちゃんになんていうのか、ぴったりな曲だなっていうふうに思いました。はい、ではね、こちらの曲を聴きながらのお別れですが、まあね、もう早いので本当にあっという間なんですけれども、ちょっと振り返りでまとめでね、ひとみさんの
インスタグラムはカタカナでヒートミーで数字で0306-0313でよかったかな？違った、ごめんなさい。ローマ字です。あ、ローマ字でヒートミー、ヒートミーで数字で0-06-0313。はい、あ、ありがとうございます。ローマ字でヒートミ0306-0313。はい、こちらが、インスタグラムになりますね。ぜひこちらの方で先ほどの5月31日の茅ヶ崎の八王子神社でされる公演、12時30分からの20分間のね、神社仏閣ヒーリングマルシェ、こちらの公演の情報なども分かると思いますので、ぜひインスタの方に、アクセスしていただきたいと思います。さあ、ではですね、今日この番組はですね、ネット配信しますので、ぜひこちらの方でもアーカイブ見ていてください。では今日はですね、この、マーク・ロンソンのアップタウンファンク、とってもね軽快な曲なんですけど、こちらの曲を聴きながらのお別れとなります。今日のゲストは This is me 代表であります人生相談と宝石のお守りデザイナー、そして絵描きをされているトキさんでした。ひとちゃん、ありがとうございます。はい、さあ、それではですね、そろそろお別れです。また来週土曜日の14時30分にお会いしましょう。大人チャレンジ、人生は夢だらけ、お相手パーソナリティのなおさんでした。ではさよなら、バイバイ。